結局また二人になっちまったな。これじゃ試験前と同じだ。そうでしょうか。え？気づきませんでした？上杉さんがうちにいるのにニノが追い出そうとしなかったんです。たまたまだろ。ニノとイツキだけでなく、イチカもミクも変わっているのが私でもわかります。成長してないのは私くらいですよ。テストの点も悪いままですし。そんなことないだろ。お前が最初に変わってくれたんだ。まっすぐ素直な奴が一人でもいて助かったんだぜ。待て、もう少し褒めすぎか。嘘もつけないほどまっすぐすぎて今日は痛い目にあったしな。なんで私が上杉さんの味方してるかわかりますか？なんだそれ。成績を上げたいからだろ。違いますよ。好きだから。え？は？ちょ？誰も信用しない。こうして風太郎の心が少し閉ざされたのであった。